先日 ZV-1 で初めて撮影してみました。場所は不忍池です。その時に撮ってきた写真とか動画をちょっと紹介したいと思います。東京はちょうど桜が満開、大勢の人がこの不忍池を訪れていました。 ZV-1 といえば動画ですから、まあいろいろ動画をちょっと撮ってみたわけです。こうして見ると結構綺麗によく撮れてるんですよね。こうして鳥、特になんかこれカモメかウミネコかわかんないんですけど、こういうのはたくさんいましたので、ちょっと撮ってみました。こんな鳥が並んでたりしてね。今見ていただきたいんですけど、手ぶれ補正とかに関しては、まあそこそこっていう感じですね。そんなにすごいっていう感じではなかった。全部手持ち撮影してる。でもそれにしても人結構多いですよね。私は近くに用事があって立ち寄ったんですけど、まあ結構外国人観光客なんかも結構いました。音とか画質とかに関しては結構ね、ぬるぬるですし、すごいいいと思います。結構写真も撮りました。僕はずっと一眼レフ、まあエントリーレベルですけど一眼レフを使ってたんですけど、まあ一眼レフに比べたら正直ちょっと微妙なんですけど、でもまあ撮れてないことはないですね。結構綺麗に写ってはいます。ちょっとズームするとやっぱりギリかなと思うんですけど、まあ、雰囲気は十分伝わってくると思います。とても綺麗な絵が撮れてますね。こちらは西郷さん。上野駅周辺も結構混んでいました。 ZV-1 の動画と写真の設定について詳しくお伝えしたいと思います。動画に関しては普通にフル HD で60コマで、60コマでそのまま書き出してます。静止画に関しては2000万画素ぐらいで撮って、それを書き出すときにフル HD にしています。記録設定はまあご覧の通りで3対2で撮ったんですけど、まあ、動画にするために16対9にクロップしてます。でもそれ以外はもう撮って出しです。何も編集もしてません。動画も編集してません。一切編集してないですし、手ブロ補正に関しては、まず手持ちで撮影したんですけど、三脚とグリップは使わない。そして手ブロ補正はスタンダード、アクティブが一番強くて、スタンダード、そしてナッシュっていうのがあるんですけど、アクティブで撮りました。